か、千七十年に、戦術した書物。全一巻駅境刑事上殿にある、駅に対局あり、これ領義を生じ、領義は四蔵を生じ、四蔵は八景を生ずの概念。音名思想、五行思想に、儒教思想を関連づけて説いたもの。字数にしてわずかに250字ほどの文ではあるが、図に従って、新羅万象の生成発展から、人間の知恵や、 道徳の根本を論説しており、それまでの儒教には見られなかった新しい世界観を提示した点で画期的であった。当初は、宗トウのもう一つの著書である、通り書の末に添付されており、歩道都会の弟子たちの間に流布していたに過ぎなかった。しかし、南宋の手記が本書の重要性を指摘し、通り書から独立させ、本書のために解釈を施して、 対極図解及び対極図説会を作り、本書の検証に努めた。以後、朱子学の流星に伴い、対極図説は、新朝が滅びるまでの千年近く、中国王朝時代の主要著作の一つとなった。本書のテキストは主々存在するが、いずれも、主期の対極図解及び対極図説会を添付したものである。また、民の総丹が、 対極図説術会一巻を表した。事務局、しかもため、対極対極道、自制用道局、しかもしずしず自制因しずごくまた同一同一しず、互いためそのね封印分尾両疑律縁用変化げ合い、自制水化木金土後基準符、四次行縁五行一、音妙なり音妙一対極なり対極、本無極なり五行の生なり、 各一その政務局の新二十五の生命愛、事業剣道主芸を、羊猿同性女に、気候間化性よろずものよろずもの症状事変化無休、縁を門んみ人なりえその修事、祭礼型寄生一心ほつちたか。五世感動事前悪分万事で確か聖人、さだゆきい中聖人未聖人の道、人儀中聖のみ、維持種、沈むよく子しず立人極縁子聖人とも天地号、 そのいさを実月号、その名誉字号、その除記信号、その吉教君子、信行吉小人と灰の京子曰く立天の道、曰く影ともビリッチの道曰く十与え強し立人の道、道曰く人し与えよしまた曰く原始藩、集骨姿勢の広やいきなり各その至り、確か、対局図、無極にして対局。対局が動いて、火を生まず。道が極まって聖なり。 静かにして、影を生まず。生が極まって、またどう。一同一生、互いに、その根となって、分かれて影、分かれて、火、両儀立つ。火が変じて、影が合わして、水か木金道を生まず。五気が、順に動いて四字が行われる。これを五行と言うけれども、要するに一音名である。音名は一対極であり、対極は元無極である。 五行が生まれるというけれど、各々その性質は常に必ず一になる。これが無極というものの本質。二期五行の性が微妙に配合して、形を作る。剣道、男をなし、羊猿道、女をなし、この二期が交わり感じて、万物化成していく。その万物は、生き生きして、変化器はあまりなし。ただ、 あらゆる生物がいろいろ変化してきたが、人間というものだけが、その中の一番優れたものを得て、非常に霊妙である。その修霊な形を生んで、型の中に神が血を発する。五星が感動して、ここに善悪というものが分かれ、あらゆる人間活動が出てくる。そうして、最も修霊にして、真知を発した、優れた聖人がこの万物生成開駆の道を観察。 開拓して、中世人儀というものを建てた。人間として、いかに行くべきかは、生を、主とする。ゆえに聖人と天地と、その徳を合わし、実月その命を合わし、四地は、その秩序に合致する。鬼神と、その吉祥を合致する。君子これを治めて吉地、小人これに戻りり今日ゆえに、天の道を立てて、怨名といい、 地の道を立てて重と強しと言い、人の道を立てて仁義という。また、始めを尋ねて、終わりに帰ることによって、死生を知るという、大いなる叶えきは、ここにそれ至れり、ありがとうございます。